甲骨文字とは、中国、陰時代の遺跡から出土する古代文字。古代中国で行われた戦国を、当時の文字で亀の甲羅や牛の肩甲骨の上に、刻みつけて記録したものである。漢字の原初形態であり、現在確認できる漢字の最古の姿を伝えている。亀甲十骨文字、甲骨文とも言う。2017年、ユネスコが主催する。 世界の記憶に登録された。甲骨文字は絵文字様であるが、文字としてすでに抽象性が高い段階に発達している。現在確認できる最古の漢字であるため、甲骨文に現れた形から、なぜこのような字型になったかという字形解釈の転居にされている。陰の木線では、亀の甲羅や獣の肩甲骨に小さな穴を打ち、熱した金属棒を穴に差し込む。 しばらくすると表側に占い型のひび割れが生じる。事前に占うことを刻んでおき、割れ目の形で占い、判断を甲骨に刻みつけ、事後占いの対象について、実際に起きた結果が追記された。その際に使われた文字が、甲骨文である。甲骨文字の記述によれば、院代には、王が、採取の軍事などの王朝の重要事項について、甲骨戦木を行い、 その結果に従って政策を実行していた。そのため、陰王朝の政治は、真剣政治とも呼ばれる。発掘された、甲骨文はもっぱら占いの内容が記録されている。ただし、現時点で解読されている、甲骨文字は発見された資料の20%程度で、あると言われている。紀元前14世紀頃のものから残っている。しかし、 甲骨仙木は純粋な占いではなかった。甲骨仙木の方法は、甲骨に熱を加え、発生したひび割れの形で将来を占うというもので、あったが、吉兆が出やすいように事前に加工がされていたのである。陰台の甲骨は裏側にくぼみが掘られており、それによって表側に出現するひび割れの形をコントロールできたのである。つまり、見かけ上では、 甲骨戦国によって現れた神の意志によって政治をするという形なのだが実際には王が実行したい政策を甲骨戦国を通して正当化していたのである。イム王朝は最初の王朝よりもさらに広い範囲を支配したが統治技術は未発達であり後の時代のような封建性や官僚性は存在しなかった。そこで王は 占いと文字を利用して、自らの権威を高め、王朝の統治に利用していたのである。甲骨には、主が塗り込められ、神と交信する地位としての王の神聖性などを示す、意味があったとも言う。当作品による書風の分類では、有意金直体なびき強証言性となり、また、研究では占いを担当する者の集団の変遷とも大体一致することが、明らかになっている。 かつて甲骨は神と人間との間に位置して、神を示す媒介として長期間にわたって重要な意味を持った。また、大量の牧師や一部の数字形が記された甲骨は、将来における牧税文化の貴重な化石とも言うべきであり、独自の形で古代と現代とをつないでいるのである。私たちは甲骨を通して、遥かな時空を超え、 正大の人々の多彩な信仰世界を伺い知ることができる。院長の末期には州でも広骨文字が行われていた。院居から6 0 0トル離れた州元で出土しており、州では牧船ではなく記録や契約等の記述として使われている。また、院の東方に位置する部族に対して密かに共闘を申し込んだ記述などが判明している。州はもともと インとの交流を持っていた。1976年に、そこから宮殿跡とら思われる遺跡が見つかった。そしてある穴の中から、占いを行った形跡のある甲骨が1万7000点もまとまって出土した。そのうち1万6700点以上を占める、吉光には文字がなかったが、残りの牛骨のうち190点ほどに文字が刻まれていた。 この甲骨には、陰の青を祀るために二人の女性と三頭の豚を、犠牲として備えることの可否が占われているのだが、ところでこの甲骨の大きさは一一点点五センチメートル八センチメートル、総面積が二点七平方センチメートルで、ちょうど大人の親指の爪くらいの大きさである。この上に三十文字ほど刻まれており、文字の部分は、全体で一点三センチメートル零点九。 センチメートルである。実物は、ちょうど日本の一円玉くらいの大きさであり、そこに刻まれた文字を肉眼で読み取ることはまず、不可能である。ルーペなしでは全く読み取ることができない。ちなみにこれ以外にも、周限で発見された、甲骨文字のほとんどは、これと同じような小さく、毛髪のように細かい線で刻まれている。異物に刻まれた文字の研究は、 宋代から行われていたが、甲骨文字が研究されるようになったのは、新大末期、亀の甲羅や、牛や鹿の骨に刻まれた陰甲器の、考古学的遺物が、河南省安陽市商島村で大量に出土した、以来のことである。1899年、金石学者で、国古関採取の大家が、遺物の骨に文字が刻まれているのを発見し、研究の先駆者となった。 その後、大家は自殺したが、門邸の留学によって研究が引き継がれ、1903年に、甲骨文字の図録、鉄運造画面が出版され、甲骨文字が知られるようになった。ちなみに、大家が龍骨を入手した経緯として、持病のマラリアのための漢方薬として薬屋から購入した、と説明されることがある。しかしそれは、俗説で、実際は、 薬屋ではなく、骨董省の反田だ死から購入したものである。またさらに別の俗説として、大家よりも先に丹方、あるいはもう貞田が発見したとする説もある。甲骨の主な出土地は、河南省安陽市聖魂村の近くであり、1928年には、その地に、隠居が発見されることになる。甲骨自体はかなり前から農民により発掘されて、いたが、 価値を知らない農民は大部分を捨ててしまっていたという。隠居が発見された当時の中国史学会では、ギフルパと呼ばれる過去の記録を疑う方針の考えが強く、四季の陰王の系譜もすべて架空の存在と考えられていた。しかし、発見された甲骨には四季に伝えられる陰王の名前とほぼ同じ名前が書かれていた。これにより、陰王朝が、 幻の王朝ではなく、実在の王朝だと信じられるようになった。現在発見されている甲骨で最も長い文章は93字もあり、これは一枚の骨の表から裏に続けて刻まれているが、このような例は非常に少なく、50字以上の文章は滅多にない。多くの文字を記すには、筆記用具による制約があまりに大きすぎたのである。筆記用具による影響は、 単に字数の問題だけではなかった。先の尖ったナイフで硬い表面に文字を刻むときには大きなカーブのある曲線や円を描くのが難しい。そのため、甲骨文字は直線を多用した角張った字型となった。陰謀室の木線に用いられた甲骨文はあらゆる状況から五つの時代に分類できる。この五つの時代に甲骨文を当てはめる作業を 団体と呼んでいる。当作品は1932年に、甲骨分団体研究例を表し、10種の標準を示した。この結果、第1期甲骨の57%、第2期から11%、第3期から12%、第4期から8%、第5期から10%と団体できる。亀の甲羅に書かれた。 甲骨分甲骨を用いた占いはいかに大別される。占いは吉兆か強調かの二者択一だが、実際は、強調が出ても、結婚日を先送りしたり、生贄にの数を増やすなどした、上で問い直し、吉兆が出るまで繰り返された。そのため、定期的な占いに用いた甲骨の場合、協調が出ない限り、決まるの日に、定人が占う、この循環に、教授はないか という文言が延々と並ぶだけになる。仮に強調が出た場合は、その対処法として、神前に、いけにえとしてを罰引き捧げるなどの処置が追記される。記録内容は、一応の定型文がある。実際に出土した甲骨ではこの定型文すべてが、揃ったものは少なく、やはり占いが外れたことも多かったのか、占い時、現時が欠落している、甲骨文が、 圧倒的に多い。実際の出土例は今のところないが筆や木管を造った文字が甲骨に刻まれていることから甲骨文に刻まれた文章の底は木管に記録されていたと思われる。また甲骨文の中に横角を刻み忘れたものが混じっていることから甲骨に下書きをした上で字を刻んだと推定される。亀の復興を用いる場合には 中心線を基準として、線対称の位置に肯定分と否定分のセットを刻むことが多く、牛の肩甲骨を用いる場合は、線対称を意識せずに羅列していくことが多い。各文字の重線だけを刻み、横線をほとんど刻んでいないという甲骨文字が、これまでに数例発見されている。これは縦線を刻み終わった段階で、何らかの理由によって、告示を中断し、 廃棄されたものと思われる。この例から考えると、甲骨に文章を刻む時にはまず文章全体に含まれている各文字の縦の筆角だけを刻み、それから骨や甲羅を90度回転して、黄線を各文字に刻みつけていったようである。このようにまず全体の重線だけを刻み、後から黄線を刻んでいくというのは、後世の木版印刷でも採用された。 国字手法である。表面が硬い素材にナイフで文字を記録するときには、このようにするのが最も能率的だったのだろう。これもまた筆記用具の影響によって発生した文字記録の特徴である。落ちややつしをもう、漢字の時形中古新書、2019年3月25日、7ページ。 ISBN 9長7841億2 1 0二万5340落ちややつしをもう漢字の字形中古新書2019年3月25日7から8ページ ISBN 9長7841億2 1 0二万5340陳とし甲骨文字と正大の新興京都大学学術出版会 2014年3月31日、96ページ。ISBN 9長7848億7698万2950。NHK スペシャル、中国文明の謎第2週漢字、誕生王朝交代の秘密より、ハット字哲字、漢字の社会史、PHP 新書。1997年3月8日、60から61ページ。 ISBN45 億6960万3645。ABC 貝塚刺激編。古代院帝国1967年5月15日。第1冊。発行1972年6月15日。第2冊。発行ミスズ書房 ABCD 佐藤2018。P3 から5。厚地哲児。漢字の社会誌。PHP 新書。 1997年3月8日、58ページ。ISBN45 億6960万3645。厚地哲司、漢字の社会誌、PHP 新書。1997年3月8日。ISBN45 億6960万3645。Wikimedia Commons には、広骨文字に関するカテゴリがあります。 ありがとうございます。